それではお待たせいたしました。今日見事勝利されました藤井三冠の記者会見を始めさせていただきます。ご質問のある方、挙手いただきまして媒体名とお名前を言ってその場でご質問をお願いいたします。ではご質問よろしければどうぞ。はい、お願いいたします。あ、スポーツニッポンの我慢です。お疲れ様でした。JT 杯では藤井さん、過去2回意外と上位の方に進出されてないんですけど、今日シードスタートとはいえ過去最高位に進出されました、そのようなことも含めて、今日の勝利についてどのような感想をお持ちでしょうか。はい、そうですね、JT 杯ではその風景であったりプラス考慮時間の回数であったり、他の対策式戦とは異なる部分が多いので、そうですね、これまで2回出場させていただいて、そしてその経験を積むことで少しずつなんとか慣れてきた部分もあるのかなというふうに感じています。よろしいですか。はい、他ご質問いかがでしょうか。はい、お願いいたします。産経新聞の田中です。おめでとうございます。初めての準決勝というと進出なんですけれども、他のメンバー合わせてですね、4人すべてがタイトルホルダーと、今、現在の将棋界の4強と言われている4人が全部ベスト4に揃ったわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。あ、はい、そうですね、自分は今日がその JT 杯初戦だったのはあまり、そのことを意識していたわけではないんですけど、そうですね、やはり何というか、注目していただけることになると思うので、また準決勝も精いっぱい頑張りたいと思います。はい、お願いいたします。JT 杯といえばですね、公開対局、地方に公開対局と一緒で、今回は四国で予定されていました。それが自分の中で、非公開になってしまったんですけれども、そのことについては何か感想をお持ちでしょうか。あ、はい、そうですね、今回四国大会が中止になってしまって、また子ども大会の方も今回中止ということで、そうですね、思えないとはいえ、とてもなんだか残念なことだなというふうに思っています。そうですね、そうですね、またなんだかどこかでそういった公開対局の機会が公開対局を出せるような状況になればなというふうに、思っています。よろしいですか。ご質問いかがでしょうか。じゃあ、はい、どうぞお願いいたします。棋士の皆さんそうだと思うんですけども、こういう何ですか、短い時間の早指しに近い対局とですね、じっくり、先日の順位戦のような1日何時間もかけて深夜まで戦う対局が交互にするんですけれども、例えばなんですけど、今日のような実行時間非常に短い時に藤井三冠の脳内の思考回路っていうのはちょっとその何ですかね、短いバージョンみたいというか切り替わるものなんでしょうか。そうですね、持ち時間によってそこまで全く根本的に考え方が違うとは思ってはいませんけど、そうですね、例えば早指しの対局の時は、そうですね、やっぱり決断力や集中力というのが、なんていうか長時間の対局以上に求められる部分があるので、そこは意識しています。それからもう一つなんですけど、次ちょっと時間が経つんですけども、永瀬さんとの準決勝対決になりますので、非常に何回もやってる相手だと思うんですが、改めてそういう大きな舞台で対戦することについて、ちょっと今戦い終わったばかりで申し訳ないですけど、はい、
です。でも永瀬、準決勝永瀬王座とも、はい、対戦ということで、そうですね、これは、はい、大きな舞台で対戦できるのは、はい、とても楽しみです。また、そうですね、準決勝、まあ、東海大会、名古屋の対局が、はい、予定されているかと思いますので、まあ、そちらの、はい、子ども大会に私もよく、はい、出場させていただいたことがあるので、とても、はい、それも楽しみにしています。か、ご質問のある方いらっしゃいませんか。どうぞ。はい、お願いいたします。あの、自分の北野です。伺われると思います。あの、本局は内田さんとの一局ということで、まあ、あのファンの皆さんも、あの、まあ、AI 研究の第一人者同士の対決という見方も、してご覧になってたと思うんですが、何かこの一局に臨むにあたって一局とこの違いというか、あの、まあ、戦略的な面、あの、心境的な面、大事な意見違う意みたいなものはあるでしょうか。そうですね、ただまあ本局かなり今も追加短いので、あまりそうですね、なんかどちらかというと自分自身が負けず内容を臭そうということを、まあ、最も、はい、意識してさせていました。あの、今日の序盤で言うと、あの、まあ、先手代わりになって、まあ、ちょっと角換わりっぽいなんか変形というか、少し珍しいなと思っていたんですけども、なんかああいう序盤でも、例えば今日で言うと、どのあたりまで想定があったと、結構序盤だったんですか。あ、いや、結構そうですね、5枚あたりなんていうか、まあ、序盤から変化が多いので、あんまりそうですね、深い、これまず全然想定していたという感じではないんですけど、まあ、そうですね、まあ、こちらが5、6陣に上がったところで、まあ、そうです、なんか、まあ、6、6歩と5、6陣どちらかというのを、まあ、精査したいところではあったんですけど、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、早出しなので、で結構、まあ、本譜で、まあ、角換わり模様にして、はい、まあ、戦おうというふうに、はい、思いました。どうぞ。あと、松田さんというと、まあ、AI 研究の、まあ、その、この将棋界でもかなり早い段階で導入された棋士だと思うんですけれども、あの、藤井さんも、三段時代に、松田さんとの縁があったことで、まあ、その、着手されたというか、部分があると思うんですけども、改めてその、なんか、我々は歴史的な事実としては、なんか知っているところがあるんですけども、その当時、そういう縁があった時の記憶っていうのは、どのようなものなんでしょうか。あ、そうですね、自分が三段の方に、恐らく、棋士室、関西将棋会館の棋士室で、応援して、まあ、そこで、そうです、なんとか導入方法など、はい、教えていただいて。はい、使い始めるようになったので、そうですね、自分だったら結構なんか大きな転機だったのかなと、はい、思っています。あの、それが当時三段でこれから三段戦うっていう時のタイミングだったっていうことをプラス、まあ、時代的な、ちょうど2016年の春ぐらいだと思うんですけども、あのタイミングでそういう出会いというか、今振り返ったあのタイミングだったってことは、どういうふうにも感じないですか。あ、そうですね、そうですね、まず、あ、相手タイミングでも藤井七段にでも教えていただいて、まあ、ソフトをそうですね、使い始めたというのは、そうですね、やっぱり自分にとってすごくなんていうか幸運なことだったなと、はい、思っています。それまでは、そうですね、かなりなんていうか序盤に、そうですね、そう課題が多かったので、まあ、ソフトを使うことで、まあ、ファンダムリーグ戦っていく中で、なんていうか、そういった、まあ、そうですね、その明らかな弱点というのが少しずつ改善されていった部分が大きいと思うので、本当に、はい、幸運なことだったと思っています。ありがとうございます。ご質問の方、いかがでしょうか。よろしいですか。
ではこの後フォトセッションの時間を取らせていただきますが、その前にですね、藤井先生、実は、はい、実はですね、あの四国で地震の場合は前日に県知事を表敬訪問いただく予定だったんですけれども、それができなくなりまして、高川県知事の方から現地の特産品をご用意してされていたようでして、はい、それはせっかくなので今日のご出演対局された両棋士と規定解説読み上げの先生方にそれをプレゼントしたいお話ができましたので、ちょっと先生代表して目録を受け取っていただく形をお願いできればと思います。こちらに一旦調べて、ちょっと入ったキッチンに代わって藤井さんの方から目録をお届けさせていただきますので、後ほどあのご自宅にお届けさせていただきますので、はい、じゃあ最初にちょっとこのカットになりますが、目録を持っていただいたところからフォトセッションをお願いしてよろしいでしょうか。ちょっとこれもちょっとキュッと、場所をなるべく入れ替わる形でお取りいただければと思います。せっかくですのでマスクであまりわかりませんが、笑顔で知事に何か一言いただけるとお伝えしますが、まあ、元がわからないのでなかなかあれだと思うんですけど、あの香川といえばうどん県なんですけどって言われてますが、それ以外にもたくさんいいものがありますよってことで毎年コンクールをやられているそうでして、で今年の受賞した品々だそうです。そうです、私も香川といえばうどん、たまきうどんというイメージあります。それ以外にもいろいろ入ったというイメージがあると思います。今回また今回はそうですね、あの国体が中止になってしまったんですけど、また機会で伺えるというのを楽しみにしています。わかりました、お伝えしておきます。ぜひあの香川のいいものを今回気に知っていただいて、はい、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。先生、あの腕組み的な、ありますいや、かっこいいです、かっこいいです、はい、じゃあ、よろしいですか、どうぞ。じゃあどうもありがとうございました。また、ぜひ聞き方をよろしくお願いします。先生どうもありがとうございました。お疲れ様でした。また、お願いします。